ーの、こんばんはー、パパミキとメガネスでーす。イエーイ。毎週土曜日、はい、夜7時からは、何の時間ですか？毎週土曜日夜7時からは、はい、カッパミキとメガネスの、うん、今夜もブレイコーの時間でーす。イエーイ。この今夜もブレイコーという番組なんですけども、はい、ノープラン、台本なし、NG なし、ぶっつけ本番で、はい、生配信で毎週お届けしている番組なんですけれども、はい、今夜は、一味違います。これは、YouTube の、プレミアム公開ですね。で、やってる手で今、収録しております、はい。はい、珍しく収録ですね、これ。そうだよ。今日はなんで木曜日のだって昼だもん今バラしちゃった。明るい、部屋が明るい。そうそう、あの日差しがさ、西日が入ってきてさ、そういつもちょっとね違う雰囲気でお届けしておりますけれども、ね、プレミア今回、はい、生配信と違うところはさ、はい、生配信はこうね、あの皆さんからいただいたこの、ね、はい、メッセージをこう読み上げながらやっていくんだけども、ね、プレミア公開はで生は生なんだけど、はい、収録したやつを流してるから、はい、私たちもチャットでチャット欄にね登場するかもしれない。登場しないかもしれない。そう私は登場するかもしれないよ。わかんないよ。もしかしたらね、多分シェイラさんバリバリもう張り付いてるかもしれないじゃん。いや、僕はキーボードの前に登場できないかもしれない。なんでそのさ、理由をちょっとね世界中に説明して、なんで今日プレミア公開なのかっていうね。あの今日プレミア公開の理由としてはですね、うん、あの土曜日、まあ今日が、15日かなの土曜日なんですけど、そうだね、そういう程度ね、そう今は、うんうん、今15日の土曜日なんですけど、実は、うん、あのとあるライブのサポートで、うん、演奏のお手伝いでギターを弾いてるんですよ、今。まあね、お仕事が入っちゃったってことね。そう。あのね、あの、ここにも何回かゲストで出てくれたことのある、ジャズシンガーのアズさんっていう、ね、はいはい、女性の方がいらっしゃるんですけれども、はい、その方がね、今日お誕生日ライブっていうことで、そうなんですね、ぜひ、シェイド君の伴奏で歌いたいっていうことで、はい、熱烈オファーをシェイド君受けまして、もうせっかく誕生日だから行っておいでよってね、弾いておいでよ、お祝いしておいでって言って、そう、今ね、まさにシェイド君は、神奈川県某所の演奏、おしゃれなレストランでね、演奏してる最中ですね。15日の19時でしょ。うん。15日の19時に演奏スタートなんだよ。あ、そうなんだ。なんかさ、ジャストです。そのさ、ジャズシンガーのアンさん、私も仲いいじゃん。はい。はい、なんかお客さんとして見に行くつもりだったんだけど、ああ、はい。なんかね、16時入りしてくださいって連絡が来て。16時？俺より早い。18時。18時入りしてくださいって。なんか打ち合わせでもあんのかなと思って。わかんないね。まあちょっとじゃあ、あの収録終わったら。ねえ、ちょっと聞いて確認してみたいと思います。だから今頃だから私たちは、あの、某おしゃれなレストランでライブっていうね、予定なんですよ。パパミキさんはライブを見ながら YouTube のチャットに参加みたいな。そうですよ。あれですよ、二刀流ですよ。ライブを聞きながらチャットも参加して。ありがとうございます。すごい、聖徳太子かっていう感じね。本当に。聖徳太子かおパパミキかだから。あれ、聖徳太子は何ができるんだっけ？あの、官位12階ってのがあるじゃないですか。なんだっけ、それ。12人のでも役職を、自分の部下じゃないけど、はい、役職を設けて、で、その人たちがバーって一斉に喋るんだけど、はい、全部聞けてたっていう逸話があって。すごいね。そう。ねすごい懐かしいね。聖徳太子がやったね。はい、勉強、社会のね。なんかさ、歴史のさ、うんうん、今さ、その歴史の授業変わってきてるらしいじゃん。何？なんで聖徳太子はいなかったとか？聖徳太子、卑弥呼はいた？あの、なんて言ったらいいんだろう。あの、何？本当かどうかわかんないけど、そういうニュースみたいなのを見ただけなんだけど、うちらの頃ってさ、うん、弥生とか縄文とか土器とかさ、うんうん、から、縄文土器、記録に残っている。どっちが好き？何それ？そういう歌があるんだよ。記録に残ってる古いところからスタートして、うん、こう学年が上がるにつれてさ、はいはい、だんだんこう、なんつうの、江戸時代とかに入ってさ、最近ね、そう近づいてくる、ね。近現代に入ってくるじゃん。はいはいはい、昭和とかさ、はい、うん、でも、そうするとその近現代が一番薄くなる。え、そうなの？じゃあ、その歴史の授業の内容としては。そう？っていうふうに言ってて、最後駆け足で、
あペース配分がってことね。そうそうそう、ペース配分って、うん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 、ってなっちゃうから、そのもうそうならないようにで、近現代が、うん、どっちかっていうと今の世界情勢的には一番大事みたいな。ああ、まあ確かに言いたいことはわかる。あるから、うん、なんかそっちを濃く、内容を濃く扱うようにするみたいな。へえ、え、じゃ遡っていくの？あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。ああ、違うんだ。逆再生みたいな感じじゃなくて。縄文弥生とかはもう結構なペースでポン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 ってやっていくみたいなニュースだった気がする。そうなんだ。あとなんか世界史とかもちょっと変わるとかなんとか、うん。そうなんだ。まあでもね、常に更新、新しい事実が発覚したりもするから ね、まあ、ね。うん。更新していかないとね。だからいい国作ろう、鎌倉幕府も厳密に言うといい国じゃないみたいな。1192年じゃないみたいな説もあるよ。うんうん。だから今後、だから当たり前のようにさ、なんか例えば話のネタでさ、いい国作ろう鎌倉幕府とか言ってたらさ、若い世代に、この人何言ってんのって思える時代が来るかもしれないね。だって演習率とかさ、うんうん、3.14 で教わったけど、うんうん、あれ一時期そのゆとり世代って言われてたさ、はい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 、時代はさ、なんか違ったんだよね。あ、そうなの？知らない知らない。なんかなかった？知らない知らない。その授業の内容がちょっと変わったみたいな。違ったんだ。そうなんだ。で、それで、うん、何年かやって戻したみたいな。うん、じゃあそこの世代だけ違うってこと？そうそうそう、その世代の子たちだけ、うん、ちょっとこう教わってないことあるみたいなのなかったっけ？何言ってんだろうこの人みたいな感じになっちゃうってこと？ちょっと違うけどみたいな。だからなんかね、うんうん、その、まあそのアパレルの会社にいた時に、はいはいはい、ウニクロね、うん、そう、あのその準社員って言われる人たちの中で一番上で、うんうんうん、まあいわゆるその部下じゃないけど後輩、ね、アルバイトの子たちに対していろいろ教えてた時に、うんうんうん、なんかその子たちが自分たちで言ってた、あ、僕らゆとりなんでーって分かんなかったらすいませんみたいな、あ、ゆとりなんでってなんかさ、そのゆとりってすごい、うん、さ、いい風にしようと思ってさ、はいはい、その当時の大人たちがさ、ちょっと、ね、まあね、詰め込みすぎ、詰め込み教育良くないよってことでやったけどさ、なんかすごい悪い風にゆとりがさ、とかって言われがちだね。悪い意味で使われがち。まあね、その子たちもそうだけどさ、自分たちゆとりなんでとかって、なんかちょっと自分が下げる感じで言ってるじゃん。ああ、確かにね。ねえ、なんかそういったつもりはなかっただろうと思うけど、そうだなのね。どうなんだ、そうね、そうだね。だってさ、ちょっとなんか、ね、自分たちのことゆとりですいませんっていう子供を育てようと思ってたわけじゃないじゃん、うん、きっと当時の大人はね。そう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 。そうなんだ、その世代だけ違うんだね、学習とか。っていうのがあった気がする。演習率とか。うん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 。あとなんか他にもあった気がするけどね。まあ忘れちゃったけど。あれそうあれそう、あの、おかっぱみきとめがねずが音楽の教科書に載る日はいつですか？はい、音楽の教科書に載る日は。乗ってこ乗ってこ。だってさ、あれだよ、走る走る俺たち、 あ、 うん、乗ってる、あれ違う、トレイントレインのことっけ、トレイントレインはブルーハーツ、ブルーハーツ乗ってるよね、乗ってたかな、乗ってる乗ってる、その近現代のポップスも扱ってるよね、うん、中学生走る走るはね、多分ね、なんか体育会、体育会、体育祭、体育祭、運動会で、なんかやった。うんうん、やったやった。で、はい、ね、トレイントレインは中学校の教科書持ってたよ。ほんと？うん。覚えてないな。あの、夏が過ぎ、風あざみ、少年時代。ああ、井上陽水乗ってたし。うんうんうん。なんか、そのうちだからさ、強くなれるとかさ、合唱でやるから、合唱コンクールでさ。あ、でもさ、理由を知ったみたいな。合唱コンクールだとさ、うんうんうん、もうアンジェラ・アキさんのさ、あ、なんなんそうそうそう、曲とかもやってるし。背景、この手紙だね。そうそうそう、ポップス、生き物係のエールとか。さよならは悲しい言葉じゃない。合唱コンクール、NHK だっけ？ああ、そうなんだ。なんか扱って。うんうん。今、パプリカとかね。花が咲いた。だから、どんどん変わっていってるから、我々も狙えるよ。確かに。音楽の教科書。みんながこの合唱国で、ブルーな時の合言葉、合言葉とかって言ってるかもしれない。すげえ、ファンキーだ。でしょでしょ楽しみだね、未来が。狙っていきますから、我々ね。うん、特にシェードさんがすごい狙いますから。ね。音楽の教科書。俺狙うの？私楽譜ほら、頑張れば読めるけど、パッと書くから。俺も楽譜大して読めないよ。パッ
って書けないじゃん。スラスラって書けないからさ。いや、スラスラさだって楽譜使わないもんね。そうだよね。意外と。縦笛とかで吹かれたり、トゥ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 と吹かれたもん。ああ、そうね。あれ、ソフトあるじゃん。楽譜にしてくれるソフト、パソコンソフトがさ。俺とかもそれだもんね、全部。あ、そうなんだ。その自分たちの曲もさ、なんかこんな感じでさ、うん、ね、ちょっといろんなメモ書いてあるけど、楽譜みたいにしてるんですけど、これも結局このオタマジャクシは自分で書かないもんね。あ、打ち込んでるの。もうミディデータっていうのにメロディーラインを打ち込んで、パソコンでやってんだ。そうそう。で、おかっぱみゆきさんがさ、鼻歌で作ったメロディーラインだから、うんうん、どうしてもこの半音上下が分かんない部分があったりするんだ。あ、すごい微妙なラインを打ってる時あるもんね。そう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 。だからそういうところを一回ちゃんとはっきりさせるために、ピアノの音でミディデータっていうのを打ち込むんだけど、うんうん、それを打ち込んだらそのデータを書き出して、うん、別のソフトに読み込むとこうやってしてくれるのよ。なるほど、便利だね。そうで、そうやってやっちゃうし、うん、結構その俺とかはね、おエレキベースとかを弾いてきたからずっと、うんうん、そのオタマジャクシを追いかけるっていう演奏の仕方ってしてないんだよね。田んぼとかでね。そうやったよね、昔ね。ヌルヌルしてるやつ、こう組み立てのオタマジャクシでこう繋がっててさ、それをそこでこうやってヌルヌルヌル。違うんだ、そのオタマジャクシじゃないんですけど、うんうん、懐かしい。田んぼのね、5000円のオタマジャクシを追いかけるっていうのはまずしてないね、うん、あ、そうなんだ。コードが書いてあって、うんうん、そのコードを見て、うん、そのアドリブみたいな感じで演奏していくっていうトレーニングをしてるけど、結構さ、ミュージシャンやってるよって言うとさ、うん、当たり前に楽譜読めるすごいねって言われない、ね、めっちゃ言われる。読めないよって言うと、とか言われる、いないって、ね、五線譜があるとなんかメモ取るときに便利ぐらい。あ、なるほどね。忘れちゃいけないフレーズとか、うんうん、ここはこのフレーズを弾いてほしいって言われるときとか言うときとかに、うんうん、その音程とリズムが一緒に書けるじゃん。うん、だからなるほどね。五線譜に書くときもあるけど、思い出しやすいしね、情報がちゃんとね。その時ぐらい。なるほどね。まあでもその時は頼むよ、教科書に載るときは。教科書に載るときはもう結構視力に丸投げするから、音程を乗るよーっつって。乗るからよろしくねーっつって。その時来たね。新興ミュージックから依頼来たよーっつって。ねえ、はい、楽しみにしていきたいと思います。あ、まだ12分。ちょっとコメントがないからね。やろう。あ、曲やりますか。やろう。何やる？ちょっと教科書に載せる曲やるじゃん。じゃあ、おかっぱみゆきさんのギターを演奏する曲。よ、教科書に載せるっつったら、サンカポの方かな？声がするの方かな？声がするやりますか。これね、結構ね、一般の方もそうだし、ミュージシャンの方からも定評があるんです、はい、この曲。なんかね、いい曲だねってめっちゃ言われるの。ありがとうございます。そう。家で最近ギター弾けてないからさ、ギター弾きたくてしょうがないんだよね。そう、カプミさんに一つ提案があるんですけど。何？カポをつけた後にチューニングをするっていうのはね。チューナー。チューナー、あ、これいけない、これ、このカポにチューナーついてる。いけてるよ。こっちの方がいいね。さあ、というわけで今日はプレミア公開ということで、皆さん普段の生配信だと皆さんのコメントをね、読みながら演奏じゃないじゃん、こう配信はしてるんですけど、今日はコメントがね、どんなコメントが来ているのか。コメントだから、チャット欄に来たやつをチャットで返信すればいい。そう、チャットに来たやつをチャットで返信するスタイルにできるかな。なりますね、今日は。今頃シェイド君はね、このどっかでね、どっかのおしゃれなレストランでダイブしてますからね。ギター弾いてます。では曲紹介お願いします。教科書に載るであろう曲。それでは、声がする、Thank you.
ですけど、前回のね配信を見てくれた前々回だっけ、このありがとう練習したの、前回かな、で前回もした、ちょっと言った、すごいさ、あの視聴者の方からさ、はい、後からコメントいただいてて、はい、そのシェイド君のさ、ありがとうの練習がめっちゃ面白かったってなんだ練習、曲が終わってさ、真面目な曲でさ、じゃらーんって言ったとおりさ、ありがとうってさ、ありがとうみたいな感じですごい、そうそうそう、ね、言ってたやつをちょっとしっとり言ってみるっていう練習をね、前回前々回でやってたんですけど、そうですね、それが面白かったみたい。シェイド君がそのしっとり言うときにちょっとなんか照れくささが入ってるのが面白かったみたいで、あ、そうだね、うん、なんか難しいよね、ありがとうっていうの、そう、うん、なんかさ、じゃらーんって終わって、まあ、前々回でも言ったけど、うん、曲終わりで喋るっていう経験がほとんどないから、あ、そうだね、今までベース弾いててさ、うんうん、ババーンって終わった後とかさ、ババーンって終わんだ、そんな曲あったっけ、うんうん、初めて新曲かな、うんうん、ババーンって終わったやつが、おーおーおー、すごいダイナミック、うん、ほんでドゥーンって終わったやつがさ、うん、ほんでバリエーション出してきたな、チューニングメーターがさ、はいはい、それを踏むと音が出なくなるじゃん、うん、弦の調整するやつがあるんだね、だからそれを静かにカチッって音をいかに出さずに踏むかみたいな練習をしてたんだけど、バーンってやった後にありがとうっていうの言ったことないから、なんかありがとうって思えばいいじゃん、ありがとう、なんか難しいよね、だから今後ね、シェイド君のありがとうに注目ください皆さん、ね、シェイド君これからね、ありがとうのなんかなんていう、そのありがとう感が増してくると思うので、ありがとう、ありがとう、あ、でも今の良かった、一番良かった、ありがとう、なんで笑っちゃうのよ笑いそう、すげえシリアスな曲やってさ、演奏してさ、綺麗、うんうん、なバラードとか、うん、でシーンってした時にマイクで喋ると響くわけじゃん、うん、ありがとう、あ、響いたとか言いそうまあそれはそれでさ、緊張感も解くみたいな、これから喋りますよっていうのでいいかもしれないけどね、うん、ね、そうだね、あの使い分けられるといいかもね、こういうシーンはこのありがとうみたいな、ね、こういう言い方みたいなね、できると強いかもね。でもさ、そう、あのありがとうっていうさ、はい、言葉もそうだけど、まあ、これお芝居にも通じるしさ、ステージに上がってる人皆さんそうだと思うんだけどさ、はい、ある程度そのこう感情を込めて物事を表現するベースもそうじゃん、はいはい、そうね、激しい曲とさ、バラードとさ、弾き方違うじゃん、感情の込め方が違うじゃん、それと一緒だよ、なんかさ、うん、それをさ、この会話でやるっていう経験があんまないから、あ、そう、うんうんうん、日頃から感情はあんま込めないタイプ、でも昔よく言われてたのは、うんうんうん、感情がないって言われてた、ロボットって言われてたね、ロボットって言われてた、ね、うん、でシェイド実はね、ハートめっちゃ熱い男だって知ってるから、あんまりこう表面に出してなかったのあるかもしれない、うん、実はあるけど、なんかだって結構その第一印象怖いってよく言われてたし、うん、そうだね、なんかその無口みたいな感じで言われたこともあるし、うん、だってさ、この生配信始まってから4年ぐらい経つけど、はい、最初にやり始めた時一言も喋りたかったもんね、だってね、よくここまで喋れよなと思うの、本当に、うん、努力してると思う、マジでシェイド君は、あのね、最初だって寂しかったもん、ちょっと生配信やっててずっと喋ってて、演奏の時だけジャカジャカやってバイバイみたいな感じだったから、あ、そうね、うん、一番最初スタートした時はそのなんかみゆきの生配信に演奏で参加みたいな感じ、うん、あ、そういうスタンスだったんだ、うん、そっかそっかそっか、おかっぱみゆきと、まあ、当時シネマズだったけど、うんうん、っていうそのユニットでっていうよりは、うん、みゆきが配信をします、歌を歌う時に伴奏がないからギターで参加しますみたいなぐらいのノリ感覚だった気がする。あ、そうなんだ。2人の番組ですかね。まあ確かに。うん。もう今はもうバリバリ喋りますけどね。ああ、リファリーですかね。漫画の話と音楽のバンドの話とかするともうずっとね、45分間全部シェルターンっていうことできますけどね。うん。今だって1人で生配信もね、週に1回やってますし。そうそうそう。1人で30分配信してるじゃん。うん、たまにさ、うん、配信始めてから15分ぐらい、うん、誰も見てない時とかあるんだよね。あ、そうなの一人で15分しゃべるっていう。別にそれ鍛えられてるそれ。あれはあれでね、面白いですよ。シェフさんだってさ、あの、
あのベースのちょっと生配信しますとか言って15分ぐらい腰痛の話するからね。なんかもうね、ほんと好き勝手言ってる感じ。いいと思う。それでなんか伸び伸びとそう喋る練習、そう、生配信の練習みたいな感じでやって気楽にやっていけたらすごいいいんじゃないかなと思って、ね。結構確かにその30分間一人で喋りますってやった時に、うん、あれも台本ないのよ。スタートをして、うん、どうもカップリンとメガネとシェイドです、うん、って言ってから、うん、こう考えながら喋るっていうのはね、確かにこうね、トレーニングにはなるかもしれない。今日何すっかとかは決めてるの？あ、一応ね、あの、うん、それだけ決めてる。今日はベース弾こうとか、うん、あー、コーラス練習しよう、今日はコーラス練習してるところを配信しようとかっていうのだけ決めて、うんうんうん、なるほどね。だたまに一人で配信しててさ、うん、5分ぐらいさ、ブツブツ言いながらギター弾いてるんだけど、あ、あるあるある、あのさ、配信始まってからチューニングする時とかあってさ、はじさ、やっとけよみたいな、チューニングしとけよとかってよく思う。配信始めてから、結構ね、あの配信始める10分前にこう帰ってくるとかもあるんですよ、ね、あ、で帰ってきて、そのまんま上アウター脱いでジャケット着て配信スタートにってなるから、うん、配信スタートして、あ、ギターない、撮ってきますねって言われて。そうそうそう。画面から誰もいなくなるみたいな。自由だなって思って。それはまあ、持ち味っちゃ持ち味だけどね。で、ギター撮ってきて、うん、こう、メロディーとギターの関係の話してた時に、あれとか言って勝手に。そうそう、そうそうそう。あの、視聴者置いてきぼりみたいな、ね。よくある。でもさ、でもさ、シェルさ、そういう、なんかハプニングがあって、初めて腕が鍛えられるんだと思うのよ。ああ、なるほどね。そう、まあ、台本とか全部決めてもいいんだけどさ、あ、ね、失敗した時に腕が試されるっていうか、伸びるっていうか、あの、子供とかもそうじゃん。例えばブランコでさ、はいはい、危ないからって乗せないとずっとブランコ乗れないじゃん。確かに、ね。それと一緒だよね、うん。何回ブランコから落ちたか、ね。そう、落ちてもいいのよ。落ちて覚えんだから。骨折したってくっつくから。いや、骨折れたら仕方ないね。ねえ、ほんと。子供はね、はい、結構治り早いっていうしね。だから、その、そ最初にさ、もうめっちゃチャレンジして失敗しとかないと。まあ確かに。例えば、シェルさんがもう生配信一人やってさ、もう10年経ちます、みたいな。うんうん、で、なんか失敗するとさ、なんか、え、ベテランさんなのにみたいな感じのさ、見られ方もあるわけじゃん。で、例えばさ、ユニクロでバイトした時にさ、はい、ボンミスすんじゃん。バイトからさ、え、先輩そんなミスするんすかみたいなさ。あー、確かにね。ね、それと一緒で、今のうちにいっぱい、やれる時に失敗しとけばいいんだよ。で、勉強すればいいんだよ。まあね、うん、はい。で、自分に言い聞かしてる、今。うん。そんな感じですね。人生失敗、8割が失敗だからね。確かに。で、1割がまあまあよくできて、で、1割成功みたいな感じだね。おー、いいじゃないですか。ね、いいんだよ。人生は失敗だ。失敗の連続だ。ね、何の話だったっけ？あ、シェル君メガネ変えた？そう、メガネ、あのね、あのメガネ壊れちゃったっていうのは SNS に書いたんですよ。あ、そう、真っ二つにしたんだよね。そう、真っ二つに しちゃったというか。あれ踏んだの？あれはね、あの顔を洗おうと思って、はい、メガネかけてたの外して、うん、おでこに乗せたんですよ。うんうん、そしたらそのままずるっと落ちて、うん、落ちた。で、落下。あ、メガネ落下したと思って見たら。お待ってたんですよ。落下の衝撃だけで言われてたもん。そう。でもね、あのメガネ結構古かったんですよ。あ、じゃあだいぶ来てたのかもしれないね。そうで、あの、うんうん、壊れちゃって、で、前回の生配信の時に、うん、あの、まあ、銀縁っぽい。そうだね、銀縁かけてた。あのメガネかけてて、で、その時に実はもうこのメガネあったんだけど、うん、あの、配信で、新しいメガネをお披露目しようって言ってたんだけど、うん、別のトークで盛り上がって、忘れてた、ね。で、今日、あの、初めて。いいじゃん、似合うじゃん。広めです。大きい感じのいいね、縦に。ね、こんな。いいじゃん、似合う、似合う。前回のさ、あの、銀縁メガネはさ、うん、あの、シェル君のソロの配信の時の方にさ、はい、あのガリレオの時の福山雅治っぽいっていうさ、書いてくれ。ね、そうそうそう。これまた印象違うね。なんかちょっとこう、おしゃれ。優しい印象になる、うんうんうん、メガネがこう、うんうん、黒縁で。一つでこうも違うんだ ね銀縁だとちょっとこうクールな冷たい、うん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 、冷たいっていうか冷静みたいな感じ、うん、確かに確かに。このメガネはこんな感じで親しみやすそうな感じする。大きい感じのメガネかけてる人っていいよね、はい、そうやってなんか印象変えられるからさ。まあね、でもメガネかけないと何も見えないっていうちょっと困る。そっか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 。え、朝起きてさ、メガネメガネってなったりするの？なったりする。
どこ置いたっけみたいな。あれメガネねえみたいなったりする。そういう時どうすんの？え、もう頑張って探して、うん、やもう時間やばいっていう時は、うん、もう昔かけてのメガネ引っ張り出してたりする。あ、しまってる場所は覚えてるからみたいな。あ、そうね、なんとなく覚えてるからね。なんかさ、よくある話がさ、メガネないメガネないって言ったら冷蔵庫から出てきたとか。あ、でもね、そういうのもあるよ。ある、どこ、なんでこんなとこにみたいな。今まで電子レンジとか。あのね、メガネじゃないんだけど、うん、財布が電子レンジ入ってるから、ね、うん、何作ろうとしてたのかね。そうなんだ、面白い。さすがに私はね、電子レンジとかはないよ。あ、そう。冷蔵庫とかも鍵とか財布とかない。今んとこあるね。なんかね、そう、ちょっと違うけど、うん、あとは家出て、うん、外出しようとして、うん、家も出て鍵をさ、うん、ガチャって、うん、かけるじゃない、うん、でその時は、うん、鍵をもう取って、うん、で出かけたんだけど、忘れ物して、うん、忘れ物だなって取り帰ってきて、鍵開けてドア開けて忘れ物取って、うん、そのまんま行ってたことある。鍵差しっぱ、そう、やばいじゃん、やばいじゃん。結構シードってさ、すごいしっかりしてそうに見えてさ、結構天然なところ多いよね。鍵かかってねえし、ここに刺さってるしみたいな。やりたい方だよ、ストーカーとか来たらやりたい方だじゃん。やばかったよね。合鍵とか作られちゃうしさ。そうで、その時は、うん、弟と暮らしてたんですよ、たまたま、うん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 、で弟が帰ってきて、えってなったってさ、兄ちゃん鍵ついてたぞみたいな。兄ちゃんこれ何みたいな。あそれで思い出したけどさ、はい、私ね、10代の時一人暮らししてたのよ、はい、で家帰ったらさ、鍵さしてあって、うちの、え、怖っ。元彼が鍵返しに行くって言ってたから、ポストに入れるかと思ったらさしてあったの。最悪。そう、なんだよあいつと思って。それ嫌がらせじゃん、わかんないけど。やったのそれ。いや違うと思うな、そういうキャラじゃなかったから。やばいね。そう、まあ、ちょっといろいろやばい彼氏だったから別れたんだけど。最後さ、うちの部屋の鍵がさ、ドアノブに刺さった状態で返されてた。その鍵はもちろん使える状態だったの。そう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 。あ、もう、ね、まあ、すぐ引っ越したからいいんだけどさ、何もなかったんだけど。あ、そう、あの返し方はね、結構衝撃だった。別れてよかったと思ったもん。まあね、だからさ、本当ね、怖いもんね。ね、気をつけたいです ね。付き合う人にも気をつけた方がいいよ。あ、まあね。ね、まあ、わかんないけどね、付き合って初めてヤバさに気づくパターンもあるからさ。ね、ちょっとじゃあ今後、うん、彼女を作ることがあれば。できた時には。うん、鍵を刺したまま返さないじゃん。鍵を刺したまま帰らないように。ね、そんな感じですね。ね、あっという間に45分じゃない？え、嘘。あ、今32分。あら、もうそんな時間？ねえ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 、あと2曲やっておしまいって感じかな？ね、今日新曲をじゃあ披露しようっていう話をしてたんですけど。そっちやろっか。じゃやってみましょうか。うん、あの、ね、桜舞うひらひらっていうね、はい、春の曲なんだけど。はい。そう、シェイト君がさっき言ってくれたんだけどさ、この新曲に関して。はい、私新曲いつも鼻歌で作るんですけど、うん、鼻歌でよくこのメロディー作ったねって、そう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 、言われましたさっき。で、うんうん、鼻歌でいつも作るじゃないですか。曲をね、私がね。そうで、この曲、うん、まあ、最終的には、このドレミファソラシドのキーなんですけど、うん、F の、うん。でもこのキーのドレミファソラシド以外の音が出てくるんですよ、メロディーに、うん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 、こういう音とか、うんうん、出る出る、出るのを鼻歌でよく考えれるなと思って。それが楽しいんじゃん。そこがね、なんかそのね、おかっぱみゆきさんらしさになってていいんじゃないですか、ね、あ、本当に嬉しい、うん、じゃあ私らしさが詰まった曲って感じかしら。そうだね、なんかその、うん、結構さ、その楽器やってる人はさ、はいはい、例えば曲作るときにコード進行から作ったりすることもできて、うんうんうん、そうするとそのコードをちょっと組み替えて、うん、そういうところを狙っていくっていうのがあると思うんですけど、それをね、鼻歌でやってるっていうのはなかなか面白いなと思うので、その辺もね、うん、曲の聴き応えのメロディーを、ぜひ1個にもなるんじゃないかななんて注目してください、思ったりする曲ですね。曲紹介お願いします。ギター間違える可能性めっちゃありますけど、ギター間違えても歌い続ける、止めない
初めて披露するからね。そう、うん、この曲もいずれは YouTube でね、そうだね、お届けしたいと思ってます。ミュージックビデオをね公開できたらなと思いますので、準備できた曲紹介お願いします。はい、じゃあ桜舞うひらひら。桜舞うひらひら、また一つひらひら、もう一度あなたと見られたらいいな。思い出がひらひら、また一つひらひら、この先も一緒にいられたらいいな。一緒に
がとう。なんで笑っちゃうの？照れくさいの？やっぱり。なんか笑っちゃうね。恥ずかしくなっちゃうの？っていう桜マンひらひらでした。ああ、切り替えたね。ごまかしたね。ごまかそうとした今。ねえ、桜マンひらひらっていう曲ね、はい、皆さんに初めてお聞きいただきましたけれども、うん、いかがでしたでしょうか。はい、もしね、よろしければチャット欄にね、感想を聞かせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、いやー、いいね、この歌。なんでね、はい、この桜間をひらひらってさ、はい、もう一度あなたと見られたらいいなとか、そういうさ、この先も一緒にいられたらいいなとかさ、いつか天国に行く日までそばにいたいと思うの、みたいな歌詞があるんだけどさ、はい、俺ね、ある日のことをね、書いてるんですよね。うちの母がさ、はい、12年前に、はい、天国、2010年に、ね、天国に行ったんだけど、うん、最後の目標が、はい、もう一回桜見るだったのよ。おお、そうなんだ。そう、末期がんって分かってて、余命、はい、2ヶ月ですよってなった時に、うん、もう分かったのがさ、もう全然桜見れない季節だったんだけど、ああ、はい。秋とかだったのかな。うん、でもう一回桜見たいってなって、ほう。でそれでね、その時のことを思い出してね、おお、書いたんですよ。で結局彼女は桜も見て、その後花火まで見ましたね。そう、ちゃんとしっかり花火大会も参加してから天国に行かれたので、うん、そう、一応目標達成してから、そう、天国に行ったんですけど、そうそう、その時のことをね、書いてるんですよ。はい、なるほど。そうやってね、聞くと結構ね、歌詞に深みが、ね、湧いてきませんか？湧いてきます。そうですね。この曲さ、一番最初の時はさ、うん、歌詞もなくて、うんうん、鼻歌だったじゃない。ララ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 。で、その鼻歌に、うん、コードをつけた時も、うん、なんとなくとりあえずつけたみたいな感じで、うん、その曲のさ、実態が結構ふわふわしてたイメージだったんだよね、最初。なるほど。歌詞がなくて、うんうん、コード進行も、それぞれのコードに意味もないし、みたいな感じで、ふわふわしてた曲だったんだけど、うん、歌詞ができて、うん、で、曲のキーもちゃんと決めて、うん、で、そこからコードの進行も、うん、こう、ああしようこうしようでコロコロ変わって、うん、最終的にすごいこうメッセージソングになったよね。そうだね、よくなったよね。めっちゃなんかなんて意味がちゃんとしっかりある曲になったよ ね、 ね、うん、これもちょっと配信でこうねえ、そう、紹介どんどんやりながらねできたらいいね。最終的にミュージックビデオをババーンと YouTube に公開してババーンとね。今日なんかそれ好きだね、ババーンね。ババーンって、うん、それも持ち歌にすれば、なんかちょっと登場シーンにババーンっていう生配信のさ、そう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 、一人でやってる生配信のさ、最初さピッてしてババーンってなんかさ、うん、なんだっけ、ゴーライブキャスト、うん、音をさピッとそう出せるじゃん。ああ、あれでさ、オーケストラヒットみたいなさ、うん、ドバーンみたいな音をさ、うんうん、出せる仕組みを作って、うん、なんか言ったらピッドーンって。あ、ある。私持ってるからね、その機械ね、ゴーライブキャストっていう生配信の機械があるんですけど、ね、やってみてもいいかもしれないね。うん、ね、あっという間にでも45分になりそうですよ。今42分なんで、もう43分になりそうなんで、あと1曲演奏して、エンディングテーマはね、歌って終わりたいと思います。ね、プレミア配信にね、チャットを書いていただいた皆さん、はい、どうもありがとうございました。きっとシェイブくんが後から返信をたくさん書いてくれることと思います。プレミア配信、プレミア公開、うん。後から返信できないのか、チャットには。どうなんだろうね。コメント欄にじゃあ、コメント何かしら残してくれると思いますんで。プレミア公開。はい。今日はね、シェイドくんが、某おしゃれなレストランで、ね、ちょっとライブにね、助っ人に行ってるっていうことで、今日は生配信ではなくプレミア公開でお届けしました。ちょっとね、新鮮だった私の中では。これうん、なんか言ってよいや、なんかさ、うん、今後の生配信の形の一つにしてもいいかもしれない、ね。まあそうだよね。公開も、うん。どうしてもこの日はダメみたいなさ、のがあったらね。でも毎週さ、土曜日の何時かやりますよっていう風にしてるとさ、その時間皆さん開けてくれるからさ、ね、この配信見るためにね。毎週何曜日の何時っていうのは固定して、今後もやり続けられたなと思いますので、はい。はい、今後とも2022年もよろしくお願いします。そういう挨拶してなかったね。したよ。だっけ、うん、1月1日の生配信。あ、そうか。正月にやったよ。元旦から私たち生配信だったからね。そうだったね。思い出したか？じゃあ。じゃあエンディングテーマいきますか、シェルさん。はい。
曲紹介お願いします。それでは唇に歌声を。ブルブルな時の合言葉、明日もいい日だぜ。